アルフ・ハンステーン・シェイエンは、ノルウェー出身の指揮者、バイオリニスト。1914年、クリスチャニアのグリーネル六家地区で生まる。地元の音楽院で、イングバルクランネルにバイオリン、エイフィン・フィエルスターに指揮法を指示。卒業後の1935年には、ベルリン芸術大学へ留学し、グスタフ・ハーベマンとハンス・マールケにバイオリンの指導を受けた。また、 ジュリアード音楽院にも留学し、セルゲイ・クーセビツキーに指揮法を学んでいる。1939年から1946年まで母校のオスロ音楽院で教鞭を取り、この間の1941年にノルウェー弦楽四重相談を結成。1946年から客船スカンジナビアに音楽家として乗船し、ブラジルへの演奏旅行を行い、 1949年にはアメリカも巡った。1951年にオスルフィルハーモニック協会に入団し、そのユースオーケストラで指揮活動を行うようになった。1958年にはノルウェー国立歌劇場のコンサートマスターに転出したが、1959年に指揮者に転校してオールボ防工共楽団の指揮者となり、1981年まで在任した。 以後は北欧のオーケストラを中心に客演式を続けたが、1992年に決戦症を起こして演奏活動から引退した。1999年、オールボーにて没、SNL、のー。ありがとうございます。